上腕がプルプルして広いっすね。なんか中途半端なサイズのあれがありますね。あ、あれ多分もともとのエアコンを吊り下げてた音。ああ、なるほど。使えれば今回も使えるといいんです。ああ、これそうか、途中で切れてるってわけじゃなくてエアコンをつなげると。あの大きいあのパッケージ型のやつって重いので、はい、ああ、から吊り下げるようにするんですけど、それのためのボルトです。はあ、うん、そうですね。ここが入ったかな。あれ、ここなの？あ、ないか。これ、これか。こっちは壁際の針で。そうか、そうか。なるほど。で、下は例えば本棚とかコピー機置いたりとか。そうそうそう。ああ、そうですね。まあ、上と下で空間をだから分けられるってことですね。はあ。そんなに若くないのであとあれ電気の裏だ。あ、でも照明器具って多分あれだよね、ジットンに止めちゃってるよね多分。あ、そんなことないか、ライダーに止めてるか。ライダーに止めてるね。あ、そっか、じゃあ携帯につけて、いや一回配線切ってもらって照明外して受けのプレート取れば。そうね、最後あれはさすがにブレーカーあるからブレーカー落としてばっつって大丈夫。ああ、そうね、どうせだってこれ弱点でしょ。うん、弱点だったらですか。まあ、知らないぐらいで弱点は全身筋肉痛どう。いや、体験してるんだすごい、次の日超体が当たる。